君たちが新人公演に向けて練習する中すでに書き進めていたのさ。すご、自分の役作りもして新人たちの指導もして脚本も作って舞台監督もして、すごくない？多才すぎんか。とかそのキリッとした顔かっこいいな。マーキか、見てこの子たち、すさまじいポテンシャルを感じるわ。ありがとう。あれ津田健次郎さんから声。告白？え？え？どで、え？え？やばい、ちょっと人間の言葉を忘れてる。え？こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ジョークジョンの続きからやっていこうと思います。前回は優しい JK たちに取り囲まれたところでしたね。というわけで続きからやっていこうと思います。ああ、俺もオニキス見学したかったな。あ、スズくん来たら囲まれてたろうね。スズくんずっとそれだね。いやだってそうだろう。ジャックに力入れてるクラスだぜ。オニキスのジャックエースも同期のライバルジャックも見られたのにさ。グッドイブニング、みんなお揃いかな。おう、ネジ先輩どうした。それじゃあ夏公演の配役発表しちゃいます。急に。おー、ちょっと夏公演の配役発表いきなりすぎません？うんね。あらやだ、オリマキ君ムードとか大事にするタイプ、意外とロマンチスト。わかんないっすけど。わかんないのかい。夏公演の脚本ができたんだとさ。早っ、すごいな、脚本仕上げるスピード異常だな。新人公演が終わったばかりなのに。脚本家というものは舞台を作る上で誰よりも早く走り出す孤独なソルジャー。かっこいい。君たちが新人公演に向けて練習する中すでに書き進めていたのさ。すご、自分の役作りもして新人たちの指導もして脚本も作って舞台監督もして、すごくない？多才すぎんか。とかそのキリッとした顔かっこいいな。俺たちがやる舞台のタイトルくらい教えてやったらどうだ。いきなり配役発表しても混乱するだけだぞ。優しい解散。はい、わかった。それでは声高らかに発表しよう。お願いいたします。夏公演のタイトルはウィークエンドレッスン。ウィークエンドレッスン。ウィークエンドレッスン。新人公演のおとぎ話から一変、今度はコンクリートジャングリーな現代ものさ。おお、なるほど、それも面白いね。うだつの上がらないサラリーマンが社交ダンスをきっかけに変化していくお話です。ざっくり説明おしまーい。でもちょっと楽しそう。というわけで今回はダンスシーンが多いよ。歌は1曲だけだけど全体ダンスは2つ。おお、すごい大変そうだ。君たちには踊りまくってもらうからね。ぬはははは。これから暑くなるってのに最悪。白田先輩聞こえてるよ。当然演劇にも力入れてるから、どの要素も高いレベルを維持できるよう取り組んでおくれ。なるほど、パラ上げを頑張れと。さてさて、今回は1年生メインで構成されていた新人公演の時とは違い、クォーツというクラス単位で挑んでいく。うんうん、クラスの中でも実力のある者たちが選ばれるってことだ。なるほどね。てなわけで、ジャックエースにムツミカイ、アルジャンヌ、タカシナサラフミ。わあ、アルジャンヌ見れるんだ、フミさんの演技。ついにカイさんとフミさんが。うわ、楽しみ。ジャックエースとアルジャンヌ揃ったね。カイには冴えないサラリーマン長谷倉を演じてもらう。おお、冴えないサラリーマン、カイさんかっこいいからな。冴えないサラリーマンか。優秀で上昇志向が強い同僚たちに気後れして自分に自信が持てない男だ。なるほど。フミはそんな長谷倉に社交ダンスを教えるダンス教室の美人講師アンド。楽しそう、見たい。彼女は様々なダンス大会で優勝した経歴があるが、戦うことに疲れ逃げるようにダンス教室を開いた。ほうほう。しかしダンスホールの真ん中で光り輝くように踊っていた記憶が胸のどこかに引っかかっている。おー、今回はアルジャンヌを生えさせるためにジャックエースを軸に置いている。しっかりフミを引き立てておくれ、長谷倉くん。器としての役目を果たす。それずっと言うな、気になってる、それ引っかかってるわ。花としてその器の中で輝かせてもらおうかね。おー、すごいな、なんか
信頼関係がちゃんとできてんだな、二人が。花と器。クォーツのジャックエースとアルジャンヌを間近で見られるってすげえよな。劇場に通ってた頃は純粋に憧れてたのに、今はちょっと悔しいわ。それだけスズクが成長したってことだね。スズク。お次はカイ演じる長谷倉が密かに思いを寄せている会社のマドンナ、シロマ。これを白田美月。おお。ダンスは少なくしてくださいよ。分かっておりますよ、姫。君に無理はさせないさ。おお、ネジ先輩分かってんだな。ただその代わり、白田君にはダンスパブで歌うジャズ歌手の役もやってもらう。なーに、一曲歌うだけさ。まさかの2役。一人二役か。人使い荒いな。主力の先輩たちから名前が上がってる。おいおい、俺ら1年が役取るのって至難の業じゃねえのか。まあそりゃね、まあ、2年生も多分豊富にいるだろうからね。お次は主人公長谷倉の同期でライバル、ルイスだ。ルイス。このジャックを折り巻き鈴。鈴くん。俺、鈴くん、俺だよな。そうだよ。よっしゃ、来たよかったね、名前がある役。やったね、鈴くん。すごい、主人公のライバルなら重要な役どころだよ。また折り巻きだと。あ、大鳥くん、なんか懐かしい。ずっと会ってなかったな。ルイスは社内の出世頭、いつでも自信満々だ。おお、なら大鳥くんの方が似合いそうだけど。長谷倉と同じく白田くん演じる白間に好意を寄せている。お、長谷倉にとっては少々煙たい存在だよね。強気にガンガン攻めちゃってちょうだい。イス。おお、よかったね。お次は主人公長谷倉の後輩、向井だ。こちらもジャックだね。おお。これ以上折り巻きに遅れを取るわけにはいかない。この大鳥教師にどうかその役を。わあ、大鳥くんも挽回したいだろうな。ジャック、誰になるんだろう。この役に橘キサ。お、ジャックだ。え、キサちゃんが。おい、やったな、立花、名前呼ばれたぞ。伊達にお前も新人公演でアルジャンヌやってねえな。おお、まさかのジャック。あれ、この役ってジャックだよな。その顔やめろ。私も思ってるけどさ、鈴くん、その顔。ネジ先輩、立花はジャンヌじゃないですか。なぜこいつの名前が呼ばれるんですか。なるほど、ジャンヌにこだわらずにいろんな役をやらせてみようって感じか。説明しよう。今回は橘君をジャックとして使いたいからさ、以上。とても分かりやすいです、ありがとうございます。短い。ジャンヌの経験積ませなくていいんですか。いろんな役をやらせたいのかな。そういう意見も出るよね。まあまあいいじゃない。橘君演じる向井はいつも冷静で優秀な男だ。長谷倉も彼に助けられることが多い。同時にプレッシャーを感じる相手でもある。なるほど、結構理知的な感じだ。立花、よろしく。よろしくお願いします。そうか、今回は甲斐さんとの絡みが多くなるんだ。お願いしますってちゃんと言っときな。はい、よろしくお願いします。いい子いい子。あと、立花君にはダンスパブの歌唱シーンで向井としてではなくアンサンブルとして参加してもらう。おお、歌うんだ。白田君のサポートだね。オッケー。歌の練習も忘れるなよ。はい、すいません。なんか何も悪いことしてないのにすいませんって言っちゃう。すいません。はい。さてさて、お次はフミ演じる安藤が経営するダンス教室の生徒でジャンヌ、カンナ。ジャンヌ。これをヨナがそうしろ。ああ、そうちゃん、でもジャックやりたいんだろうな。今回もちょっと残念な感じになっちゃったかな。はい。まあでも役もらえるって嬉しいよね。夜長も役取れたな、おめでとうな。わあ、鈴くんいい子だ。ありがとう。でもそうなると大鳥くん。ちょっと心痛いよ、そろそろ。夜長はジャンヌ固定か。よろしくな。はい。夜長くん演じるカンナはフミ演じる安藤に憧れて社交ダンスを始めた女の子。うんうん。全体ダンス以外でも折巻くん演じるルイスと組んで社交ダンスを踊ることになるから練習頑張ってね。軽いな。社交ダンス、俺と夜長で。
ヨナガ、お前やったことあるか？社交ダンスってめちゃくちゃ経験がいるんじゃないかな。ない。うわー大変だ。頑張ってね。そして舞台の賑やかし社員 A ジャンの役に満を持して登場だ。さあバック。社員 A でいいんだネジ君。なんですかその役目。さっそうと賑やかし、さっそうと去る、その場限りの仕事人、それが社員 A さ。出番は少ない。さらに相棒の名も呼ぼう。同じく賑やかし社員 B ジャックに大鳥教授。お社員 B。 僕が社員 B。 まあこれもね、苦い経験だよ大鳥くん。僕とタンゴを踊ることになるからよろしくね B。ちなみに君も出番は少ない。まあ。わかりました。社員 B。 まあ、これも経験だよ。次に生かそう。それでは配役発表はここまで。呼ばれなかった人は残念だろうな。今回は役のない登場人物、アンサンブルキャストにもダンスの見せ場が多いから稽古に励むように。おお、こうやって最後に役のない人のやる気を出すのがうまいよねネジ君。それじゃ台本配るよ。各自しっかり目を通して、特に織巻君、今すぐしっかり目を通して。もう要注意人物になっとやん。なざし、なんで。お、夏公演はこの演目に向かって頑張っていくんだ。わあ、ウィークエンドレッスンって書いてあるね。うわあ、どうした。スズくん、どうしたの。どうしたん。これ俺のセリフ、これ。え、どうした。なげー。大丈夫だよ、王様の役ができたんだからできるよ。待って、ちょっと見えない。うん、頑張れ。これはすごいな。物語の導入部で超重要だから一言一句間違えないようにね。ひどい。ひどいよネジ先輩。出たよ黒の役者泣かせ。織巻はセリフ覚えに難があったからあえてぶつけてきたか。なるほどね。この物量だとごまかし効かないな。セリフ飛ばすなよ。先輩たちからの圧もある。冷えたなこれは。あと踊りながら言うセリフだから息切らさないでね。きっつ。ギャギャ。かわいい。ちょっとかわいそ、かわいいな。じゃあ本読みしていくよ。しっかり聞いておいてね。了解っす。ここで向井。社内一の出世頭と受付のマドンナがご一緒にランチですか。女性陣の悲鳴と男性陣のため息が聞こえてきそうな組み合わせですね。その切り替えの速さたるや、すごいな。長谷倉が、ああそうだな。まさにその男性陣のため息ね。すごい、やっぱ演技力があるな岸尾さんは。そんな長谷倉に向井はあくまでクールに。いいんですか長谷倉先輩、仕事も手柄も女性も全部同期に取られてしまいますよ。かっこいい。向井は自分の意見をしっかり言える大人の男性だ。性別が同じで年齢も大して変わらなかった根村像の娘とは全然違う。初めてのジャック、うまくできるかな。そっか、初めてのジャックだし、しかも大人の男性っていう性別の垣根も越えてなきゃいけない。難しいね。今日はここまで。各自台本読み込んでおいてね。あ、そうだ、言い忘れてたことあった。大事なことっすか。いや、大したことじゃないよ。あのね、今度の夏公演アンバーは不参加だから。ああ、アンバーなんかどうのこうの言ってたね。え、アンバーが不参加、そんなことってあるんすか。ないよ普通は。先輩たちは知ってるんだ。フミ、ああ。なので今回はクォーツ、オニキス、ロードナイトの三つどもえ戦になる。うん、
めっちゃ大事なことじゃないっすか。ほんとだね。気にすんな明るいな。でもそうだね、アンバーが不参加の分クラス優勝はもちろんだけど個人賞も取りやすくなるんじゃないかな。ほら新人公演じゃアンバーの1年が1人個人賞を取ってたでしょ。ああそうなんだ。他にも個人賞争いができそうな1年がアンバーにはいる。おお実力者揃いなんだね。立花くんがいなければクォーツ1年の個人賞受賞者はゼロだったんじゃないかな。なんか照れるやんそんなん照れ照れ。個人賞は自分自身の実力を測る物差しだ。狙って損はないでしょ。うん狙った方がいいよ個人賞。よし俺今回個人賞を目指す。金賞だ金賞。おおすごい頑張ろう。やだルイスかっこいい。長ゼリフ頑張ってガー現実個人賞か。あソウちゃんも狙うか。ソウちゃんライバルだな。あ、うん、なんでもない。何はともあれ夏公演に向かってみんなで頑張っていきましょう。うっす。立花いるか。おう鈴くん勝手にドア開けちゃダメ。キサちゃん起きてる？朝早くにごめん。全然。鈴くんにソウちゃん、ちょっと待ってね。どうしたの？鈴くんがワークショップに行きたいんだって。ワークショップってなんだい？ワークショップ？舞台のことをいろいろ体験しながら勉強できるらしいぞ。へえ。ネジ先輩に聞いただけだから詳しいことは分かんねえんだけど。へえ、そんなのがあるんだ。楽しそう。ユニベールからの参加者も多いんだって。へえ、現実世界でもあんのかなワークショップって。気軽に見学できるらしいし行ってみようぜ。ワークショップか。せっかくだし行ってみよう。うんうん、誘ってくれる仲間がいるっていいな。モナスタースクール、あ、ここだ。てか、ソウちゃんの私服かわいいな。スズくんかっこいい。すいません、見学に来たんですけど。ああ、こんにちは。ようこそ、モナスタースクールへ。私は安西明香と申します。安西先生。この人が先生なのかな。俺たちみんなユニベール生なんです。でしたらこちらの書類に必要事項の記入と学生証の提示をお願いします。え、なんか割引あんのかな。うっす。お、書いてる書いてる。はい、ありがとうございます。じゃあこちらに。いらっしゃい。そんなキャラ濃いやつ来るだろうなと思ってたけど思ってた5倍濃いやつ来たな。おお、何？私が君たちをスターにしてあげる。マーキカ、見てこの子たち、凄まじいポテンシャルを感じるわ。ありがとう。あれ津田健次郎さんから声。塾長、怖がってますよ。あら、私ったらごめんなさい。はい、私モナリシュウゴ、モナって呼んでちょうだい。モナさん。モナ。それじゃモナスタースクールって。私が講師を務めるワークショップなの。わあすごいな、実力者なんだろうね。そちらの女性の方が先生じゃないんですか。私は助手です。塾長はこう見えてもユニベール OB で昔ジャンヌをしていたんですよ。ジャンヌだったんだ。アキカ、こう見えてもって何よ。私は生粋のジャンヌよ。やっぱ成長とともにね。俺らの先輩なんすね。そう、あなたたち78期生なのね。はあ、時の流れは早いわ。私がジャンヌだった頃は何期生なんだろう。塾長、ワークショップの説明を。安西先生はずっとなんか弾いてるな。あ、いっけなーい。では改めてモナスタースクールへようこそ。お邪魔します。ここで行われるのは体験型の講義。私と楽しく学びましょう。わあいいな、優しいのかな。あなたたちがスターになるためのお手伝いを全力でさせてもらうわ。わあいい人だ。じゃあレッスンを始めましょう。何を学びたいか選んでね。は、自分で選べるの。はい、
お疲れ様。しっかり上達したみたいね。輝き感じちゃう。みんなでコミュニケーションを取りながら講義が受けられるんですね。うちの塾では対話を大事にしているの。ほらユニベールってものすごい速度で授業が進んでいくでしょ。ああやっぱ優秀だからねみんなが。講演の稽古もあるしこなすだけで精一杯だわ。だからここで私や参加者のみんなと話しながらゆっくり自分を見つめ直してほしいの。いい人だ。いつでも気軽に来てちょうだい。オナスタースクールか。また今度来てみよう。わあいい人だったな。おお、キサ。フミさん。ここにいたんだ。探してたんだわ。お。お前、今日暇？今から街に出るんだ。付き合えよ。暇です。お供します。はい、ぜひ。はあ、平穏だね。いいね。静かで天気も良くて、隣にフミさんがいて、最高やな。玉坂坂も姫彦通りも嫌いじゃないんだけどさ、向こうは人が多いからどうにも目立っちまう。まあスターだからねフミさんは。フミさんはクォーツのアルジャンヌですもんね。お前も声かけられること増えてきたんじゃねえの。新人公演でアルジャンヌやってんだから。おお、そうなのかな。まあお披露目をしたから確かに声かけられることあるかもね。しかしジャンヌだけじゃなくジャックもやるとはね。あんまり前例がないのかな。こういうのってどちらかに専念しておいた方がいいんでしょうか。役者によるんじゃねえのかな。ツーなんかはジャックで経験積んだ方が良さそうだし。スズ君が。逆にクロは一つのことに専念すんの無理だろう。気が多いからなあいつ。ネジ先輩はね。ま、新人公演で主役張ったやつが次の公演から役を転向するってのはそうそう聞いたことねえけど。それはそれで注目集めそうでいいね。でも人と違うことやってるときは自信持っときゃいいぜ。それが売りになっていくからな。うわめちゃくちゃいいこと言うやん。で疲れたときは一休みってな。うわマッチャと落眼ですね。うわめっちゃ綺麗。絵画やん。これ家に飾ってあっても全然絵画として見るよ。すごいな。うん、ここの落眼甘さが上品でさ、舌に乗せるとほろりと溶けるんだよ。おいしそう。落眼食べたことないけどおいしそうだな。ん、ほんとだ。めっちゃおいしそう。キサちゃん次から次に公演があるからな、暇見つけて休まねえとな。あ、フミ先輩はもしかしたら気を使ってくれたのかな。そろそろ疲れてくる頃合いだなみたいな。優しい。そういやお前いつからユニベール目指してたんだ。目指したのは中3の時です。中3か。ユニベール目指す前はどうするつもりだったんだ。進学。それは中学を出たら働くつもりでした。隠していた方がいいかな。あー、中学を出たら働くつもりでした。中学を出たら働くつもりでした。へー、やりたい仕事あったの。あー、その家がちょっと。ちょっとな、貧乏なんだよな。はあ、家支えるつもりだったんだ。支えるなんて大げさなものじゃないんですけど。なるほど。中3なんてまだ子供だったのに、これから先の人生を家族のために使うつもりだったのか。それこそ子供だったので他にも選択肢があるってことを分かっていなかったのかもしれません。支援を受けてでも進学してしっかり勉強してから就職した方が家の助けになれたかもしれないので。それでも家のためって思ってるのがすごいな。それに結局自分の夢を選びましたから。いいんだよ、自分の人生なんだから。でもユニベールなら学校にいながら稼げるから当初の目的に沿ってるんじゃないの。うんうん、はあ、しっかりしてるわ。おお、褒められた、嬉しい。お前って常に危機感持って挑んでるように見えてたんだけど、他のやつとは違う覚悟があんのかもしんねえな。
ふみさんは人をよく見てるな。そっか、だからだわ。え、何が？なあ、キサ、俺さ。はい。お前のこと好きだわ。ええ、こ、告白？え、うん、ど、で、え？やばい、ちょっと人間の言葉を忘れてる。え、ど、え、どういうこと？え、うん、言ってしっくりきた。やっぱ好きっぽい。え、え、ふみさん、それ恋愛感情なのかな。え、お前って俺にはできねえことやってる感じする。そういうやつは年関係なく尊敬できるんだ。あーなるほど、尊敬の意味での好きか。なんだ、恋愛感情じゃないのか。人として認めてくれているってことかな。ふみさんにそう思ってもらえるのは嬉しいです。そういう時は私もふみさんのことが好きですだろ。うわ、魔性の男。そんな言われたらドキドキするわ。さてと、ぼちぼち帰るかね。また声かけるから付き合ってくれよな。いつでも、いつでも馳せさんじますよ。なんせ俺はお前のことが好きだからな。うわ、え、小悪魔め。あ、はい。キサちゃんもよく普通に返事できるな。うお、すごい、これがあるジャンルか。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここでご指摘ありがとうございました。ふみさんの続き気になった方、また見ててくれ。なんでこんな息切れしてんだろう。続き見てくると嬉しいです。茨でした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。